青い部屋のネロです。青い部屋の戸川雅彦でございますよ。はい、皆様いいですか。千葉県方面、そして近郊にお住まいの方々へ向けたニュースでございます。私たちですね、6月8日の金曜日、市川元八幡にありますですね、サラというお店に遠征いたします。何時からだっけ。時間はですね、14時スタートでございます。午後の2時ですね。それで1時ぐらい、13時からですね、お客様、入れるということなので、いらっしゃっちゃうね。そうです。ぜひね、これで3回目とかぐらいでね、サラ、ね、4月が私たちにはダメで、で6月、それからまた8月、9月です。9月の1日かな、次回。はい、そちらでですね、千葉方面にはですね、8月です。いやいや、9月もちょっと余計なこと言わないでください。はい、大丈夫ですよ。9月1日です。そして6月8日です。今回はね、遠征させていただきます。ちょこちょこですね、千葉の方面のにもですね、ちょこちょこ行かせていただきますので、ぜひ千葉近郊方面の方々、もう一つ言い忘れ、何ですか。松戸パリ祭っていうのがありますね、はい、でもそれは7月です。はい、7月の13日です。はい、で、あんたも、はい、私も行きます。あんた歌うんだよ。歌います。いや、もちろん歌いますよ。何のためにですか。行ってぼーっと立ってる。はい、そういうわけでね、千葉方面にもですね、ちょくちょく、私たち行かせていただきますので、ぜひぜひ近郊にお住まいの方々、こちらよろしくお願いいたします。詳しい情報は多分こちらの方に載っておると思いますので、ぜひぜひチェックでよろしくお願いいたします。では待ってます。よろしく。